ランドローバー、ランドローバー、ランドローバーは、4輪駆動車を専門とする、英国の自動車メーカーブランド。2019年現在、インドタタ自動車の子会社である。当初は、ローバー製他目的者の社名であり、その後は、同社のオフロード車 SUV を包括する、部門名、ブランド名となっていた。現在は、ジャガーと共に、インドタタモーターズ傘下のジャガーランドローバーの一部である。 第二次世界大戦後の1948年、ローバーモーター車がオフロード向け車両として発売したランドローバーシリーズ I が同年4月30日のオランダで開催されたアムステルダムモーターショーで初公開された。これがランドローバーの始まりである。ランドローバーシリーズ I は同社の乗用車、ローバー P3 と構造を共有する対戦中に使用された。 米国のジープに習って作られた四輪動車であった。シリーズ I の中でも特に著名なものは陸軍の特殊部隊である SAS で使用されたピンクパンサーで砂漠に溶け込む全面ピンクの塗装や砂漠に適応させるための低圧帯やボンネット状に装着されるサンドマットが特徴であった。ローバーモーターの本社コベントリー工場は戦時中の爆撃によって被害を受けていたため ランドローバーシリーズ I の製造は、ソリハルにあった航空機工場跡において行われた。ランドローバーがシリーズ3まで進化していた1978年、ローバーモーターの親会社となっていた BL 社はランドローバーを子会社として再組織した。その後、ランドローバーは1986年からはローバーグループ1988年からは ブリティッシュエアロスペース、1994年からは、BMW という親会社の変遷の下、車種名、ブランド名、子会社として存続した。2000年、BMW は、当時のローバーグループを解体し、ランドローバー部門、ランドローバーブランドは、フォードモーター社に売却された。売却後フォードは、ランドローバー部門、ランドローバーブランドを、同時期に買収した、ボルボカーズ、 アストン・マーティンを及び1989年から所有していたジャガーと統合し、プレミアム・オートモーティブ・グループ・ポートしてビジネスを展開、4つのブランドを同一オペレーションで運営した。しかし世界的大不況の影響によりブランドの保有が困難になり、2008年フォードはジャガーと共にランドローバーをインドのタタモーターズに売却した。現在、ランドローバーは ジャガーと単一の自動車会社組織、ジャガーランドローバー、JLR、もしくはジャガーカーズ社、ジャガーカーズ LTD として運営している。フォードからタタモーターズに売却された後も、フォードからダウンサイジングターボエンジンであるエコブーストの供給を受けていたが、2014年より完全自社設計、開発、製造の新世代、モジュラーエンジン、インジーニーム、 インジニウムに順次切り替えた。かつて、ランドローバーでは車種を、そのホイールベース調によって、88.109、などと呼称していた。1986年には、レンジローバーが採用する、フルタイムトランスファーや、コイルサスペンションを流し、これに伴って、ホイールベースが92.5インチ、110インチに延長され、それぞれ90.110と呼ばれた。また、 さらに、ホイールベースが長いピックアップトラックの130も、ある。エンジンは、ディーゼルとガソリンの2種類。ラダーフレームにアルミボディを乗せた構造は、低重心であり、傾斜安定性にも寄与している。全車に共通する高い走破性能に加え、レンジローバーシリーズは、ラグジュアリーのテリトリーを担う。2000年、当時の親会社 BMW は、ローバーグループを解体。 ランドローバー部門はフォードモーター社に売却された。従前の輸入販売者であったローバージャパンが BMW ジャパンに吸収され、ランドローバー事業から撤退したため、同年フォードによってランドローバージャパン株式会社が設立され、輸入、販売業務を引き継いだ。2001年12月、同じくフォード産加であるジャガージャパン社と合併して、 PAG インポート株式会社へと改組されたが、名目上は、ランドローバージャパン、ジャガージャパン名称もそれぞれ継続使用された。この頃から、ブランドごとの店舗と同時に、ジャガーとランドローバーの併売ショールーム店舗も、開店した。2005年には、ジャガージャパンとランドローバージャパンの2つの組織を統合し、ジャガーランドローバージャパンとして、両ブランドが、 同一オペレーションで運営することとなった。2008年、フォード社は、ランドローバー部門を、ジャガー部門と共に、インドのタタモーターズに売却。それに伴い、日本の現地法人として、ジャガーランドローバージャパン株式会社が設立された。フォードグループからは離脱したが、実際上のところは、フォード時代から現在に至るまで、日本法人の所在地は同一である。 2013年から全国販売網がジャガーとの併売店に一本化される。これに伴い、規定の店舗面積を確保できなかった店舗は契約打ち切りとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。